ありがとうございました。楽しかったですか？あの、いい感じ盛り上げて。ホームですね。なんで福岡の人にいい試合見せれたらいいなと思います。ガチです。天心をぶっ倒す。天心も一世君もぶっ倒す。俺ちょっと最初行かして、ゆうきさんと。ちょっと待って。あら違うよ。しんどいよ。じゃあそれでいいと思います。年齢のね、アイズベスト見とけ。緊張しまくる。テレビ的に持ち方どうがいいですか？左肩やってきます。スペシャルエキシビションマッチを行います。ゆうき一心一星原元地下ラスカー天心。はい、エキシビションです。あれ、あの好き放題暴れちゃってください。どんどん盛り上げてみましょう。プロボス、ほらラウンド、ファイト。
勢いけ、一勢頑張れ、一勢味方を応援するよ。はい、おい、天心出てこい、天心天心出てこい。本当今回ライズ関係者の皆様本当にありがとうございます、人生でこんな経験は何度もできないのでとことん楽しんで、世界に通用するように全力を尽くしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
じゃあ最後天心。こんばんは。トイレットの菅天心です。今回福岡に来たのは2度目で、こういう風に試合をするって言ったのは初めてなんですけど、福岡の皆さんすごいとても温かくて、皆さんとても優しくてほっとしました。あとちょっと、なんですかね、ちょっと、はい、ちょっと言いたいことを忘れてしまって、あれですけど、ナイツのチャンピオンの原田選手と、結城さんと、あと一生と、そのエキシビションができて、すごい僕は、いい経験になったと思います。やっぱこうやって、いろんなところでいろんなエキシビションでも試合でもすることによって自分の経験値にもなると思うんで、すごい勉強になりました。今度は僕は8月7日でに、大田区総合体育館で東京にあるんですけど、大田区総合体育館で試合をするんですけど、それがとても相手強い選手で、中国人のすごい強い選手なんで、僕は勝ちます。僕はいつも通り自分の戦いをして、皆さんの期待以上のことをしたいと思ってます。なので皆さん、また応援よろしくします。僕福岡に行って、まだちょっともつ鍋しか食べてないんで、美味しいもの何かあるか教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいエキシビションマッチを見せてくれた楊選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。